脱出。イエーイ。残り耐久度が 30% なんだなんだ。え、なんすかそれ。多分なんかの装備が壊れそうなんやと思う。報酬を選択してください。うわー、どうしたもんかな。両手剣一択でしょう、これは。オッケー。で、話も返して、聖堂の書、正門、集めてくる。全部受けるよ。はい。マーネット、これだな。うん。姉妹、徹底した準備、反復。探してみる。オッケー。なんかいい感じやね、ここ。よーっと、装備しよう。あ、装備と。ちょっと一回スキル振ろうか。なんか、あー、ポクテさんからフレンド申請来てた。よし。何、レベル40以上じゃないと装備できないだと。え、さ、今もらったやつ。はい。雑魚ユーポンいって装備できるから。なんでや、なんで。せこいわ。なに、レベル40以上じゃないと装備できないと。雑魚。雑魚。フェーン。でもポクテさんおるし。どこ。あ、ほんまや。あ、ポクテさんにいらない武器あげよう。レベル74プリースト、あざます。何これ、武器？なんだこれ、コロッサスやって。なんすかそれ。装備できんのかな。レベル40以上まだっすね。がね、人にかけるんじゃないんだよこれ。どういうタイプなの。どうすんのこれ。これ踏んだら回復する。これ敵が踏んだらダメージ受ける。回復しないよ。いや、満タンでしょ。はい、そういうことね。あ、踏んじゃう、便利だね。便利なのか。うん、だからなんていうかな、ヒールダメージ除去っていうのがあるんやけど、その特性取ってないと。うん、おめでとうじゃねえか。おめでとう。せーの、なんや。せーの。
はい。何せーの、釣りーおーフェイバーなんてやねん。あーいや死んだボイズさん、ザオリクしてあげる。ザオリクションザオリクザオリクザオリク、ザオリクお願いします。ザオリク、こんなとこで死ぬやつおる？あーちょっと前衛がしっかりしてないからちょっと危ないから、後衛がこうなるんでしょ。引きまーす。引くな、逃げるな一人だけ逃げるな近くの拠点から一回、あーやばい、回復しないと、なんかまさか死ぬとはな。ゆっどっからだこれ、どこまで飛ばされた。アイテム落としとり、おらんや。うん、消えた。やっぱあれか、死んだらそのデスペナでなんか落とすとかあるんだ。ジェム落とす。ジェム多分、うん、あまあジェムとか別にいらなくない。ジェムって何。なんかほら装備になんかセットできんじゃねえって言ってたやつやん。ああ言ってた。くそー、死んでしまうとはな。情けない、情けない、情けない。私も2回も言わんでいいそんなに言わないでなっ、強えわやっぱ強えわ。邪魔じゃこいねえやめてあげてもう一個出るしな別に出た、湧いた、もう一個出るしな3つまで出せるしな今増えたやん、増えたやん敵のに持ってったらいいですよ、強いんで。強いのこれ。いやごめん強いですよこれ。あんまりなんかようわからへんよね。いやそのうちね、うん、わかる日が来るでしょう。はい、凡人にはまだわからないです身をもって味わえと。そうですね、もう脳が筋肉でできてるような人にはまだわからないいずれね、この素晴らしさに気づく。そんなやばいファイヤーボールなんてね、切り裂いちゃうからやめてあげてファイヤーボール。あーいっぱい湧いて、あちょっとまきびしめっちゃ痛い。まきびし痛い、痛い、死ぬ死ぬ。ユポ待って死ぬそう。うえこの回復ちょっとスピードが遅なった気がする。あ大丈夫かまだ。一冊。あだめだ、空中にエルス効かねえんだなんてこった。なあなあ、これ何やこれ。いや違う、味方のやで味方のやで邪魔、これ邪魔やめ危ないから消しとかないと。危ないじゃん、危ないじゃねえ危ない、火は危ないから消しとかないと。すぐ消さないと、うん、なんかノラの人がプレッシングかけてたぞ今何それ。プレッシングってなんだ。プレッシング追加ダメージが出てる、うん、強い。133出てる、強い。プラス133って、ね、相当強い。相当強い。バウンドレベル15やん。いらない。あとボンデル。うわ強っ。ボンデル奥かな。あとボンデル。あいた。来んな来んな。あそこ何やってんのこれ。動かれへんねんこれ。そう、ために入るともう動けなくなるから
ちょっともう弱すぎでしょ。もういやもうあえて話すさあ。ファイヤーボールの恨みは大きい。あ、そうやってずっとダメージ食らってればいいさ。この攻撃範囲に入った瞬間に殺す。よし、効率悪すぎでしょ。ちょっとおお、助かった。いけいけ、コリラス、ユーポーにとどめをさせ。やめろ。あ、動くなや。めっちゃ絡まれてる。めっちゃ絡まれてる。魔法不明や、こっちの。うわ、助かった。じゃあ報告、女神像いっとき、こっちにあるけ。あるん、あ、ほんまやあるわ、女神。ちょっと祈っとこうか、先。そうっすね。なんかめっちゃ狙われたわ。オッケー。じゃあ報告で一回ワープするよ。はい。で、ユーポンが引き連れてる間に拾うと。くっ、なんか体いっぱいを。ユーポンが引き連れて走り回ってる間に拾う。逆では。もしかして逆ではないですか。そこに気づくと。冷静なツッコミきたー、うん。天才か。頭いいね。そこに気づくと。やっとあった。うん。サード使ったら40なるんやないん。我々貯めるタイプの、ユーザー。貯めてどうするんで。貯めるタイプのユーザーやから。食べてと。よし、行こうか。ここの2階のボス強いで。いや、さっきまではあの HP 回復するためによしカード使ってレベル上げようかっていう話はつけてたやんけど、ポクティさんが回復してくれるからなんかカード使うタイミングなくなってしまったっていうのはある。そうなんだね。本当やったら、あ、帰るわ、そろそろ HP がやばいぞっていう時に、よしよし、一旦ここは立ち止まってレベルアップしようかっていう話になるんやけど。でやね、うん、あー、ポクティさん死ぬ。どこへ行ったどこ行った。そろそろ武器の耐久がやばいんじゃないか。ここや、ユーポン。やっと着いた。うん、開けるで。はい、ポクティさんか。解除。これ勝てるんか、これ。あれ、これちょっとユーポーに似てない？似てねえよ。似てない。似てねえよ。あれ、お父さん。大丈夫、ボスはね、ボスはもうこの僕のボールに任せてください。はい、おーしゃ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 、はい、強い。ボスの方が楽っすよね、これ。圧倒的に。そう、これさえ決めてしまえば勝てるからね。あー、けどちょっと範囲広い。ちょっとこれはやばいかも。もうじゃあ僕が代わりにやりましょう。決める。よし、あ、強い。余裕。よし、マミーガスト、オッケー、完了。これでここで結界解除をして進むと。よーし、ジェスティはどこだ。楽しやがってこいつらね。え、誰か金よこせかね。どなたっす。うん、どなたっす。こいつや。え、これ両方受けようか。はい、と中央祭壇作動。はい、確認してみる。オッケー、なるほど。うん、こっちじゃん、下やね。
の祭壇、これさっき調べたボス出んちゃう俺。祭壇ほら、ほんとだ、マジか。うん、今炎の陣使っちゃったばっか。あれこれユーポンに似てない。似てねえよ。ユーポンそっくりなのやつ多いな。カドの作動じゃねえよみたいな、そのノリ。あーこれ硬いわ、これ H ちょっと高い、こいつ H フリアは今ポケモンのですもん、それ。HA ぶっぱやね、これね。ってことは C が弱いから、ユーポン頼む。何言ってんの、これって。邪魔だ。いや、でも僕はもう余裕ですよ、僕、ほんとに。うわちょっと地雷怖。仕打ち上等ですか、これ。オーケー、いいと今いいとこ取ってきませんでした、ちょっと。バレた。バレた。いいとこだけ持っていく。あとボンデル。あ、武器来た。マジ？あ、変身した。あ、来た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 。どうするんだ？ V！ あ、変身！わあ、楽しいこれ。ユーポンどっちになった？ぼ、なん、どっちだこれ。それはね、白い方。え、違う、エテと違うで。エテと違うで、それ。ボーガンの方、ボンデルじゃない？それ。あ、ボンデル。いいね、面白いね、これ。どうしたの？ジェスティ様が探してるよ。わかった。行こう。かわいそう。するっていう。死ね。面白いものを見つけたんだ。わかった。ここでどうすればいいの？近寄って。近寄って、あ、戻っちゃった。よし、ワープしよう、ワープしよう。じゃあワープで、よし、オッケー。それで次のやつしっかりしろ。ここは一旦さ、ユーポン、はい、軽減値カード投入しようか。いきますか。投入の儀式、いい儀式を行うとしようか。はい、はい、いくよ。はい、フル投入ね。フル投入、はい、はい、いきます。よし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 、いけ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 。結構溜まってた、30何枚あった。あ、40いった。いった。オッケー。じゃあさっきポクテさんからもらったこの変な武器。変な武器言うな。変な武器。コロッサス装備しよう。僕も変な武器。じゃあ、うん、変な武器言うな。この変な武器シリーズ装備しよう。うん、シリーズか。ま、パワーにしか振らないけどね。防具ない状態で、それですか。うん、67まではいった。さすがいい度胸してますね、それ。うん、しゃあ、あと何を上げていくか。直したいな。クラウン、それか新しいやつ欲しいな。あ、もうちょっとでさ、クラス15なら今14っす。あー、これいけんじゃん、これ15まで。いけるやん、いけるやん。ちょ、よし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 、このクエスト終わらしてサクッとクラスチェンジといきましょうぜ。